いや、何？チョコあげる。え？でもなんでまた。とっても美味しいの。食べてみて。あ、うん、じゃあ。ありがとう。なんだ、どうした？あ、うん、さくらさんがチョコくれたんだ。お前ももらう？お、サンキュー。 どうした？なんだ、あいつ。立石。辻合君。何か？話があるんだ。ちょっといいか？え？でもまだご飯食べて。待てないんだ。来て。な、何？立石。 俺と付き合ってくれ。嘘！な、何言ってんの、この人。そんな急に。あ、嫌だ。みんな、こっちみてる。げ、カジ君まで。あ、みんな、そっか、やつの仕業ね。辻合君、ちょっとごめん。あ、あゆちゃん、来て。 間違って辻合君に？本当はあゆちゃんのこと好きになっちゃうチョコをカジ君に食べてもらおうと思ったんだけど。どうなるの？まさかこのまま大丈夫だよ。ニナの魔法下手くそだから時間が経てば自然と消えちゃうよ。時間ってどれくらい？4、5時間くらいかな。4、5時間。そんなにずっといたら学校中のみんなに知られて噂になって、そんでもってカジ君に嫌われちゃう。 お探しですか？えっとね、これ、それはまだ皆様には無理かと。そうなの？じゃあこれは？それなら、なんとか。よし、これにしましょう。大丈夫なの？任しといて。マジカルトレジャーボックスに魔法のビーズを入れてっと。パソコンにつなぐ。 辻合君やっつけられるように。辻合君やっつけてどうすんのよ。
俺、一体、なんでここに？え？それじゃあ覚えてないの？覚えてるって、何を？よかった。あ、そういえば俺、立石に何か言わなかった。ううん、全然。そっか、ならいいんだ。じゃ。なんと見ましたよ。確かに見ましたよ。今魔法を使ったでしょう。すなわち辻合君にビリビリって魔法を使ったでしょう。やっぱりあなたは魔女っ子だったんですね。僕はあの夜確かに見たんです。コンビニの前で立石さんが高校生に絡まれている時、なんとあなたは魔法を。ごめんなさい。なんと肩こりが治りました。